本当にその足が治るのか知んないけど、うちも借りたものは返したいし、お前がどうしてもやりたいって言ったらやってやってもいいけど、せいぜい大ピンチに陥らないように気をつける。きっと治ると思ってない人もいると思うし、復帰したら一から出直すと思ってる人もいると思う。でも一から出直してる暇なんてないんだよ。もう何、いつが何、いつ何が起こるか分かんないって私学んだから、絶対に6月3日完全に直して、さっき約束した通りもう一回り強い石田ひかるになって、お前らベルト取る。6月3日首洗って待ってて。よし、あるって言ってますけど、自分の方がその何百万円も今勢いに乗ってると思ってるんで、このオズが活性化してるのも今このベルトを巻いてる後ろ輝と思ってるんで、これからもこのヨシコ様から目離さないで、しっかり見とけよ、そこんとこよろしく。取り返したいと思うのが普通だと思うんですけど、なかなかそういう人いないのかなと思ったらね、出てきたんで、まあ、面白いじゃん。もうその時点で、あ、自分はこの人とタイトルマッチやる意味があるなと思ったんで、まあそれでもやっぱり今ベルトを回れるのがこのシードリングでよしこなんで、まあ負けるわけないですよ。